もこんにちは、セリナです。今回はベースメイクのお直しや紫外線対策におすすめ SPF50 以上のデココスクッションファンデーション6種類を徹底解説していきたいと思います。夏は汗や皮脂でメイクが崩れやすいっていうのはもちろんなんですけれども、紫外線も気になりますよね。クッションファンデーションは持ち運びに便利なので、メイク直しにはもちろん紫外線カット効果が高いものを使えばお直ししながら紫外線対策もできるので、これからの季節にぴったりなアイテムだと思います。今回は口コミで話題のクッションファンデーションの中から SPF50 以上のものを6つセレクトしましたので、それぞれの仕上がり、汗をかいた時の崩れにくさ、お直しで上から塗った時の綺麗さを比較していきたいと思います。こちらのチャンネルでは他にも崩れにくい下地の比較やデココスフェイスパウダーの徹底比較などもご紹介しておりますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちらの6つです。ディオールのディオールスキンフォーエバーグロークッション、イブ・サンローランボーテのアンクルドポールクッション N、 ローラメルシエのフローレスルミエルラディアンスパーフェクティングクッション、ナーズのナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション、同じくナーズのピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーション、そしてアディクションのスキンリフレクトラスティング UV クッションファンデーションです。今回カラーはすべて標準色をセレクトしたので、最後にそれぞれのカラーの違いもまとめてご紹介していきたいと思います。まずはディオールのディオールスキンフォーエバーグロークッションです。ブランドカラーは1日中続くルミナスグローの仕上がり、輝きと潤いが続くクッションファンデーションとのことで、クリアな明るさと自然なツヤ、一日中続くロングラスティング効果と潤いを組み合わせたこのクッションファンデーションは、一日中肌をみずみずしく心地よい状態に保ち、艶やかな仕上がりを叶えますということです。ツヤとロングウェアを兼ね備えてくれているのはいいですよね。開けるとこんな感じのスポンジが入っています。クッションもディオールの型押しがしてあって、とっても可愛いです。質感としては、意外と薄付きでナチュラルな感じがします。一度パフで軽く塗ってみるとこんな感じで、ある程度カバーしてくれる感じもするんですけれども、素肌が透けるような滑らかなツヤ肌に仕上げてくれています。こんな感じの自然なツヤなんですけれども、肌表面はベタつく感じはしないです。カラーは 2N をセレクトしたので、同じスキンフォーエバーシリーズのグローのリキッドファンデーションとどのくらいカラーの差が出るのか見ていきたいと思います。まずこちらがグロークッションの 2N です。こんな感じのカラーなんですけれども、こちらがフォーエバーフルイドのグローのタイプです。同じ 2N のカラーですが、クッションの方がより薄付きな分明るく感じますね。ただ色味自体にはそんなに大きな差は感じないので、普段こちらのリキッドタイプを使われている方もお直しでグローを使ってもそんなにカラーの違いは出ないと思います。続いてイブ・サンローランボーテのアンクルドポールクッション N です。こちらはブランドカラーは隙がないほど完璧、見破れないほどリアル、メイク崩れを引き起こす皮脂、汗、乾燥から解放し、つけたての美しさが続くということで、ブランドの公式サイトにツヤとカバー力を星で表していたんですけれども、ツヤも星3つでカバー力も星3つという素肌に近いような仕上がりとのことです。こちらもディオールと同じような感じの丸いクッションパフがついています。ディオールのパフより少し厚みがあります。塗った感じは最初みずみずしいんですけれども、一度でも結構しっかりカバーしてくれますね。ツヤも出るのですが、ツヤツヤしすぎる感じでもなくて程よいツヤという感じです。カバー力は高めなんじゃないかなと思います。こちらがブランドサイトにフェイスパウダーがなくても高い密着力なので、これ一つで塗布時の美しさが続きます。と記載があったのですが、
塗った直後でもしっとり感はあるんですけれども、ベタつく感じはしないです。続いてローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッションです。こちらはブランドからは、求めるのは素肌と見まがう生っぽさ、生きたツヤと血色感を両立する絶頂肌ファンデーションということで、以前2021年のベスコス紹介の時にご紹介させていただいたアイテムなんですけれども、素肌のようなツヤ感とカバー力を両立したようなアイテムです。パフはこんな感じで、先端が角になっているので細かい部分も塗りやすいようなタイプです。ローラメルシエのパフも厚みがあるタイプですね。でいくとこんな感じです。手に塗るとすごくみずみずしい感じなんですけれども、実際肌にのせるとすっぴんの状態に顔の高いところにツヤが入るような、すごく自然で綺麗なツヤファンデーションです。カバー力も高くって、一度塗りでもこのくらいカバーしてくれます。続いてナーズは2つを比較しながらご紹介していきたいと思います。まずこちらのナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーションは、艶やかでナチュラルに輝きを放つような肌に仕上げるクッションファンデーション。乾燥や紫外線などの外的刺激から肌を守りながら、艶のある美しい仕上がりに、高いカバー力とナチュラルな印象の両方を叶えます。ピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーションは、環境ストレスから肌を守り、みずみずしい艶と軽さを叶える。透明感あふれるピュア肌に仕上げるクッションファンデ。乾燥を防ぎ、素肌を生かしたみずみずしい自然な仕上がりが特徴。NARS 史上最高レベルにプロテクト機能を搭載。とのことで、カウンターでお伺いしたところ、仕上がりは両方とも似ているとのことなんですけれども、こちらのナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーションの方が若干カバー力が高くて、こちらのピュアラディアントプロテクションアクアティックグローファンデーションの方がスキンケアをした後のようなツヤが出て、ブルーライトカット効果があり、保湿感もこちらの方が若干高めとのことでした。まずは質感をそれぞれ見ていきたいと思います。まずはナチュラルラディアントクッションファンデーションの方ですね。こんな感じの丸いパフがついていて、とてもみずみずしいツヤ感が出てきます。一度塗りだと意外と素肌が透ける感じなので、そこまでハイカバーという感じではないんですけれども、適度なツヤも出て綺麗ですね。重ねていくと肌にしっかりとファンデーションが密着してカバーもしてくれるような仕上がりです。続いてピュアラディアントクッションファンデーションの方はこんな感じのダイヤ型のようなスポンジになっています。こちらの方がよりみずみずしい感じがしますね。一度塗りだとこんな感じで素肌のようなとても自然な仕上がりです。ツヤツヤしすぎているわけではなくて、自然に肌に馴染むような仕上がりですね。はい、それぞれこんな感じの違いでした。ナチュラルラディアントクッションファンデーションの方がファンデーションで作ったツヤのような感じで、ピュアラディアントクッションファンデーションの方が素肌のような自然なツヤという感じです。カバー力はそんなに差がないように感じて、逆にこのピュアラディアントクッションファンデーションの方がツヤが抑えめだからか、カバー力は高い感じに見えます。この2つですが、両方とも標準色を用意したんですけれども、カウンターでお伺いしたところ、両方とも標準色ではあるんだけれども、カラーの色出しが違うということなので、どのくらい違うのか比較していきたいんですけれども、4月8日に発売されたライトリフレクティングファンデーションも標準色なので、この3つでどのくらい違うのかカラーを見ていきたいと思います。はい、腕に出してみました。こちらがライトリフレクティングファンデーションリキッドタイプのもので、こちらがナチュラルラディアントクッションファンデーション、こちらがピュアラディアントクッションファンデーションなんですけれども、こちらに行くにつれてどんどんカラーが明るくなっていますよね。まずリキッドタイプのファンデーションから伸ばしていきます。こちらはすごく肌なじみのいいカラーなんですけれども、このナチュラルラディアントクッションファンデーションの方が少し黄みを感じて明るくなる感じがします。さらにこのピュアラディアントクッションファンデーションの方が明るさが増すような感じがします。
伸ばしきるとクッションファンデーションの2つはそこまで差がないかなっていう感じはするんですけれども、リキッドファンデーションよりもクッションファンデーションの方がカラーは明るめに感じます。最後アディクションのスキンリフレクトラスティング UV クッションファンデーションです。こちらはブランドカラーは光を反射させ素肌のような素肌膜を作るクッションファンデーション、超薄膜で肌に溶け込み、どこまでも軽やかなつけ心地と自然なツヤが一日中続きますということです。パフはこんな感じの丸い形でふわふわとしていて柔らかいタイプですね。やっていくととてもみずみずしくて軽いです。今回ご紹介している中で一番ナチュラルなんじゃないかなっていうくらいみずみずしくて素肌が透けるような感じなんですけれども、カウンターでお伺いしたところマスクプルーフとのことで塗った後すぐサラサラになりますとのことだったんですけれども、本当にサラサラに仕上がっています。見た目はみずみずしいツヤが出ているんですけれども、馴染むとサラサラになってとても軽い仕上がりです。はい、こんな感じで全てのファンデーションを並べてみました。全て標準色なんですけれども、こちらからディオール、サンローラン、ローラメルシェ、ナースのナチュラルラディアントクッションファンデーション、ピュアラディアントクッションファンデーション、そしてアディクションのクッションファンデーションです。カラーの明るさ自体にはそこまで違いはないかなという感じはするんですけれども、アディクションとディオールが意外とカラーのトーンはダウンしている感じはします。ナースのピュアラディアントクッションが一番明るめには見えて、ナーズの2つとアディクションが黄みを感じるような感じで、ディオール、サンローラン、ローラメルシエはピンクみを感じるようなカラーかなと思いました。擦るには全て強い感じがします。こんな感じでよれる感じがしないので肌に密着している感じがします。はい、それでは実際に塗っていきたいと思うんですけれども、今回下地はアルビオンのスーパー UV カットハイパフォーマンスデイクリームで統一したいと思います。まずはこちら側にディオール、こちら側にイブサンローラン塗っていきます。クッションファンデーションの塗り方なんですけれども、軽い力でパフのだいたいこの上半分くらいに取って、軽い力でトントンとスタンプを押すようになじませていくと綺麗に仕上がります。新品のクッションファンデーションだと一気にスポンジにファンデーションが取れすぎてしまうので、なるべく軽い力でパフにファンデーションを取ることと、カバー力が高くてべったりとついてしまうタイプのクッションファンデーションの時は一度手の甲でファンデーションを調整してから顔にのせていくと一度にたくさんの量がつきすぎないので綺麗に仕上がりやすいです。もう今使ってるディオールのクッションファンデーションはすごく薄付きでナチュラルなので、新品でも一度手の甲で調整しなくても全然つきすぎる感じはしないと思います。すごく軽くてみずみずしいんですけれども、一度塗りだとこんな感じで素肌が透けるような感じで、カバー力はナチュラルです。一度塗りだとまだ赤みやニキビなんかがカバーしてる感じでもないので、もう少し重ねていきたいと思います。つけ心地としてはすごく軽いので、夏になると重たいファンデーション塗ってるのが気になるという方とかにはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。このニキビ跡のところも重ねていっても汚く厚塗りにならない分、カバーする感じはしないですね。はい、こちら側半分ディオールのクッションファンデーションを塗った状態です。気になる部分何度か重ねたんですけれども、重ねても厚ぼったくならなくて軽い分しっかりカバーするという感じではなかったです。なので赤みとかニキビができている時はコンシーラーと一緒に使うのがおすすめかなというふうに思います。また肌自体はすごくツヤが綺麗に出ていて塗り心地も軽いです。続いてこちら側イブサンローラン塗っていきます。ディオールと対照的で一塗りでも結構しっかりカバーしてくれます。はい、イブサンローラン一度塗りの状態です。一度塗りでもしっかりカバーしてくれて、クリーミーでリキッドファンデーションほどではないんですが重さも感じるようなタイプです。一度塗りでも結構赤みやニキビもカバーしてくれている感じなんですけれども、もう少し重ねてみたいと思います。一度でしっかりつくので少量ずつ調整しながら塗っていく方が綺麗に仕上がりやすいと思います。この小鼻の横はパフを折り曲げて優しくなじませていくとしっかりとファンデーションがついてくれます。
はい、こちら側イヴサンローラン塗っている状態です。カバー力がとても高くて滑らかでクリーミーなテクスチャーでした。乾燥する感じもしないんですけれども、ツヤ感も比較的ナチュラルだなと感じました。小鼻の横の赤みとかニキビもアップで見てもしっかりカバーしているので、コンシーラーなしでも全然使えるんじゃないかなと思います。はい、外の視線光で撮影しています。外の光で見るとディオールはより素肌が透けるようなナチュラルなツヤ肌という感じで、イヴ・サンローランはしっかりカバーもしつつ滑らかなツヤが出ています。はい、ではここからは崩れについて見ていきたいと思います。今回は SPF50 以上のクッションファンデーションなので、崩れた後にお直しに使ってもどのくらい汚くならないのかというところを見ていきたいので、マスクをした状態で30分ほど運動をして汗をかいた後お直しをして見ていきたいと思います。イヴ・サンローランなんかはパウダーなしでも綺麗に持続するというふうに公式ページに書いてあったんですけれども、やはりこのままだと少しペタペタするかなと思うので、マスク崩れにあまり影響しないような3のアドバンストエシリアルスムースオペレータールースパウダーの02番グローマットを軽くお顔全体に塗ってからマスクをしたいと思います。パウダーはブラシで軽くつけていきます。それではマスクをして30分ほど運動してみたいと思います。はい、30分ほど運動してきました。全体的にうっすらと汗をかいている状態です。まず崩れを見ていきたいと思います。はい、マスクの中の肌はこんな感じです。両方とも汚く崩れている感じはしなくて、しっとりと肌に密着したっていう感じなんですけれども、ディオールの方がもともと薄付きな分、マスクがよく当たる部分もよれている感じはしにくいかなと思いました。イヴ・サンローランは塗りたてがハイカバーで完全にニキビなどがカバーされている感じだったからか、重ねたところは少し赤みが出てきている感じはします。それでは汗が出ているところをティッシュオフして、まずディオールからお直ししていきます。上から重ねても塗りたての時のようなみずみずしいツヤが復活してくれて、フェイスパウダーを塗った上からお直しとして重ねても汚くなりづらい感じがします。はい、ディオールこんな感じです。綺麗なツヤが復活してくれました。やっぱりお直しの時はクッションファンデーションがすごくいいですよね。では反対側イヴ・サンローラン塗っていきます。汚くなる感じはしないんですけれども、ちょっと重めのテクスチャーだからか、塗りたての時よりは若干ムラになる感じがするかもしれません。このくらい距離があると全然綺麗に浮き出た赤みなんかもカバーしてくれているんですけれども、アップで見ると若干ムラになっている感じが気になるかなと思います。ただそれでもパウダーだけでお直しするときや上からリキッドファンデーションを塗るよりは綺麗にお直しできているんじゃないかなと思います。カバー力が高いので赤みが出ている時のお直しにはすごく向いているんじゃないかなと思います。はい、続いてはナーズの2つを比較していきたいと思います。まずはこちら側にナチュラルラディアントの方を塗っていきます。しっかりツヤが出て、一度塗りでもカバー力が高いタイプです。こちらもイヴ・サンローランと同じくらいカバー力が高い感じがするので、赤みとかニキビも結構カバーしてくれる感じがしますね。はい、まずこちら側にナチュラルラディアントクッションファンデーション塗ってる状態です。全体的にオイルで作ったようなツヤツヤのツヤ肌に仕上がっています。カバー力もすごく高くて、一度塗りでもしっかりカバーしたんですけれども、気になるところをしっかり重ねるとコンシーラーなしでもちゃんとカバーしてくれるような感じでした。緩めでクリーミーなので、何度か重ねたところも汚くムラになる感じがしないです。では反対側にピュアラディアントクッションファンデーション塗っていきます。こちらの方が新しく発売されていて、ブルーライトカット効果もあるらしくて、機能面もすごく高まりました。でこちらも一度塗りでもしっかりカバーしてくれるんですけれども、ナチュラルラディアントファンデーションよりも軽い塗り心地です。ピュアラディアントクッションファンデーションの方がみずみずしいのにカバー力が高いという感じで、すごく軽いつけ心地です。みずみずしいので重ねていってももちろん汚くなる感じはしないんですけれども、ちゃんと重ねていけば赤みもカバーしてくれますね。はい、こちらがピュアラディアントクッションファンデーション塗り終わりました。
カバー力は同じくらいで両方ともしっかりカバーしてくれているんですけれども、ピュアラディアントクッションファンデーションは重ねてもとても軽くてみずみずしい仕上がりです。アップで見てもみずみずしいので、何とか重ねたところも全然汚くならずに、でもしっかりカバーをしてくれています。はい、外の自然光です。外の光で見ても2つのカバー力の差はあまり感じないです。両方ともしっかりカバーしてくれるイメージなんですけれども、ナチュラルラディアントクッションファンデの方がオイルで作ったような全体的に面でツヤツヤ光るような感じなのに対して、ピュアラディアントクッションファンデの方が素肌のようなすごく自然な仕上がりです。ツヤは出るんですけれども、ツヤツヤしすぎている感じではないので、素肌感がより増すかなと思います。それではこの上からパウダーを薄く塗って30分ほど運動してみたいと思います。はい、それではこんな感じで薄らと汗をかいたのでマスク取っていきたいと思います。はい、それぞれこんな感じでした。両方ともカバー力が高かったからか、マスクがよく当たるところがファンデーションが剥げてしまっている感じがしました。ナチュラルラディアントの方が緩いクリームっぽいテクスチャーだったからか塗りやすかったんですけれども、汗に溶けて流れるような崩れ方をしているなと思いました。ただピュアラディアントクッションファンデーションの方はマスクをしていない額は綺麗なまま保っているので、こすれには弱いけど汗崩れにはそこまで弱いわけではないのかなという感じはします。では汗をかいたところティッシュオフしてお直ししていきたいと思います。まずはナチュラルラディアントの方からお直ししていきます。マスクのこすれで崩れてしまったところから直していくと、緩いクリームのようなテクスチャーだからか上から重ねても汚くなる感じがしないですね。はい、まずナチュラルラディアントファンデーションお直ししてみました。お直しで塗るともうすぐに塗りたてのような綺麗な肌に復活してくれるので、くすれてしまっても上からお直しすればちゃんと綺麗に元通りになってくれます。緩くてクリーミーなテクスチャーなので、よれたところに重ねても全然汚くなる感じがしないです。続いてピュアラディアントクッションファンデーションお直ししていきます。汚くなる感じはしないんですけれども、若干ムラになる感じがします。はい、こちら側ピュアラディアントでお直ししてみました。汚くなる感じはしないんですけれども、ナチュラルラディアントと比べると油分が少なくて水っぽい感じがするからか、一度ファンデーションを塗っている上から重ねると本当に若干ですがムラになる感じが気になりました。ツヤ感やカバー力は塗りたてのような感じに復活してくれます。はい、それでは最後ローラメルシェとアディクションを比較していきたいと思います。まずこちら側にローラメルシェ塗っていきます。一の塗りでもしっかりカバーしてくれるタイプですね。すごく滑らかなんですけれども、先ほどご紹介したナーズのナチュラルラディアントよりはクリームっぽい感じが抑えられています。中身が出ているところとかもタップして重ねていくとしっかりファンデーションがついてカバーしていってくれる感じですね。はい、ローラメルシェこんな感じです。こちら側はまだ下地しか塗っていないんですけれども、カバー力が強いのに素肌のようなみずみずしいツヤ肌に仕上がるのが特徴です。すごく綺麗ですよね。何度かしっかり重ねても汚くなる感じもしなくて、毛穴も滑らかにつるんとぼかしてくれています。それでは反対側アディクション塗っていきます。顔の上にのせてもすごく軽くてみずみずしいです。今回ご紹介した中で一番みずみずしいんじゃないかなっていう感じがします。ツヤは綺麗なんですけれども、そこまでしっかりカバーする感じではないですね。重ねていっても重たくなる感じは全然しないですね。ただ素肌が透ける感じなので、重ねてもそこまでがっつりカバーする感じではないです。はい、アディクションのファンデーション塗った状態です。アディクションもすごくツヤが綺麗で軽くてみずみずしいです。素肌が透ける感じがするので、完全に赤みをカバーしているわけではないのですが、ツヤでカバーしているような感じの仕上がりです。最初にご紹介したディオールもナチュラルな仕上がりだったんですけれども、ディオールよりはアディクションの方がカバー力が高いイメージです。はい、外の自然光で撮影しています。
両方とも外の自然光で見ても素肌のようなみずみずしいツヤでとても綺麗です。ローラメルシェの方がカバー力が高くて、アディクションの方が薄付きで素肌が透けるような仕上がりです。はい、それではパウダーをつけて30分ほど運動していきたいと思います。はい、それではこんな感じで汗をかいてきたのでマスク外してみたいと思います。両方とも汗と一緒に流れてしまう感じとかもしなくって綺麗なんですけれども、まずローラメルシエの方から見てみると、アップで見るとこのマスクのプリーツの部分に沿ってファンデーションが薄まっている感じがします。ただ小鼻の横に汚く溜まったり重ねたところが汚くなっている感じは全然しないので、こすりには若干弱いかなっていう感じはするんですけれども、全然綺麗に保ってるんじゃないかなと思います。続いてアディクションなんですけれども、アディクションの方がよりこのプリーツに沿って薄くなっている感じがわかるので、ローラメルシェと比べるとこすりにはさらに弱いかなっていう感じはしました。でも汗と一緒にファンデーションが流れている感じもしないですし、額は綺麗なままなので汗皮脂には強いんじゃないかなと思います。はい、それでは汗をかいた部分ティッシュオフしてお直ししていきます。まずローラメルシェからです。この薄まった部分を中心にタップしていくと、そんなに重たくはないんですけれども、ある程度重さもあってしっとり感もあるので、上からお直しで重ねても汚くなる感じはしないです。はい、ローラメルシェお直ししました。お直しで塗ってもすごく綺麗ですね。滑らかなツヤ肌に復活してくれて、マスクで擦れて薄くなったところに重ねても汚くなる感じは全然しないです。それではアディクションお直ししていきます。若干ムラになる感じが気になるかもしれないです。はい、アディクションお直ししてみました。このくらい距離があるとツヤが綺麗な感じには見えるんですけれども、アップで見ると若干ムラになる感じが気になるかなという印象です。クッションファンデーションって比較的油分が多めのものが多いと思うので、ある程度油分が感じられるタイプは塗り直した時も綺麗に密着してくれるんですけれども、パウダーもつけている上でお直しした時は、やはりこのアディクションやナースのピュアラディアントのように油分をあまり感じないタイプは少しパサつきが気になるのかなと思います。はい、ではこんな感じで SPF50 以上のデパコスクッションファンデーション6つを比較してきました。まとめると、まず薄付きに仕上がるのはディオールとアディクションでした。ディオールは少しオイルっぽい保湿感も感じるような薄付きな仕上がりで、アディクションはみずみずしくて薄付きな仕上がりです。ディオールの方がより素肌が透ける感じがします。カバー力が高かったのは残りの4つで、どれも一度塗りでもしっかり赤みもカバーしてくれました。カバー力が高い中でも一番素肌に近いような自然な仕上がりだったのがナーズのピュアラディアントのタイプで、クリーミーである程度重さがあってしっかりカバーしてくれるのがイブサンローランとナーズのナチュラルラディアントでした。ナーズのナチュラルラディアントはオイルで作ったようなツヤが出て、反対にイブサンローランは滑らかで適度なツヤという感じです。ローラメルシェはこの2つよりも少し軽めのテクスチャーなんですけれども、ある程度のクリームっぽさもあってみずみずしいツヤ肌に仕上げてくれます。一番崩れに強いなと思ったのはディオールでした。もともとすごくカバー力がナチュラルっていうのもあると思うんですけれども、マスクの中の肌もよれてる感じもしなかったですし、汗や皮脂崩れにも強いなという印象で、お直しで上からつけても汚くならずにとても綺麗に復活してくれました。今回ご紹介した6つの中で個人的に一番良かったなと思うのはローラメルシェのクッションファンデーションでした。ある程度のクリーミーさもあるんですけれども、重すぎないのでお直しで使っても汚くなりにくいですし、今は最終的にローラメルシェで仕上げているんですけれども、仕上がりが滑らかでつるんとしたようなツヤ肌なんですけれども、しっかりカバーもしてくれるので一番綺麗だったんじゃないかなと思いました。やっぱり崩れが気になる夏はクッションファンデーションすごくいいなと改めて思いました。どのファンデーションも SPF50 以上でお直ししながら紫外線対策もできるので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。